すいません。はい。聞き込み開始っすね、おやさん。ここに見た目も動きもズバ抜けて怪しい人物がいる。それが鹿仲間さんの証言でしたよね。そうっすか。じゃあ下手人探しましょうか。おお、よく来てくれたね。ここが我が輩の超セクシー小王国。さあ、心ゆくまで楽しんでくれたまえよ。なんという怪しい動き、そして手の込んだ逃亡方法。あの逃げ慣れている感じはただものではないっす。そう、我が輩はただの紳士ではないよ。高貴で賢い、強くて優しい素敵紳士だよ。紳士？何でしょう、おやさん。まっ、紳士というものはだね、この我が輩のように礼儀に厚く気品にあふれ身だしなみの整った男のことだよ。あなたのようにという部分がよくわかりませんが、つまりおやさんのような男の中の男ってことっすね。あっと、そこの君、出羽の神と奥州三代セクシーしたる我が輩にぴったりなのは一体どちらだね。向こうの自慢の紳士児か。いい線は言ってるようだが、決定的なものが足りないね。まさか、おやさんの男ぶりに足りないものなんて。それはひげ、鹿には素敵なひげがないだろ。そこが我が輩に今一歩及ばない残念な点なのだよ。おやさん、好き放題言われたままではおじかがスタルっすよ。おやさん、次なる自慢場所を求めての船出である。どこら辺が自慢なのか俺には全然わからん。いつ見てもいい、我が輩の素敵さ、まさに生き写しの銅像。いや、もう見つかったのかい。我が輩の他とは違う素敵さに気づくとはね。あとのおもてなしが大事だよ。まだ引き時じゃないのか。神風ってのがあんだろ、それがあれよ。そろそろおやつの時間かな。
我が輩源氏物語だよ。砂嵐がないだけでこれだけ戦が快適とは。お願いします。同じヒゲが効いたね。壁は身代わりだよ。あ、行きましょうか。銅像を触るとその場所が素敵になるらしい。雲に探しても春様は見つかりこない。考えろ。推理するんだ鹿之助。溢れる神秘の機嫌が隠れることも許さない。やっちゃいますか。友よ、合わせるぞ。滴るいいヒゲは艶やかだろう。そのヒカキイヒには素敵なヒゲがないどころか立派な角もないではないか。男は見た目じゃないっす。もうおやっさんもなんとか言い返してくださいさ。おやっさん、なぜそんなに怒っているんですか。我こそはキリンジ鹿之助大活躍。あれで、あ、待ってください。おやっさん